セーピオ十世会は、カトリック教会の伝統主義を主張する団体である。1970年に、フランスのマルセルル・フェーブル大司教によって創立された。同会は1970年11月に、フランソワ・シャリエール司教によって、6年期限の仮認可を得たものの、1975年に、新任の司教によって取り消され、1988年には、 教皇の許可を得ない、司教除会を行ったことから創立者を含む司教ら6名が、教皇庁から破門される事態となった。その後2009年に破門は取り消され、教皇庁との関係修復に向けて、現在交渉中である。2015年、教皇フランシスコは、誰も排除しないとして、 慈しみの、青年期間中の性ピを十世開始際の許しの、秘跡を有効とする声明を出した。特徴としては、天霊分野におけるラテン語仕様の原種と、トリエントミサの執行の継続を唱え、第2バチカン公会議に基づく1970年、以降の天霊改革後の方式による天霊を行う、現在のカトリック教会のあり方を認めていない。 1988年の司教助会以来、現在ローマ教皇庁によって、聖職停止の処置を受けており、従って、同会に所属する司祭であることには、違いないが、ミサや洗礼などその職務は禁止されている状態にある。教会法的には彼らの取り行うミサは有効では、あるが、2002年の教皇立委員会前、 長官カミー・ユペルルが語るところによれば、同会の司祭によるミサは、死の危険が迫り他に選択肢のない時など、厳密な意味において、手術の義務を満たすとされる。聖ピオ10世会と教皇長との対話は続いており、2015年、教皇フランシスコは、誰も排除しないとして2015年12月8日から、始まる、特別青年の期間中。 聖ピオ十世会による、許しの秘跡を有効とすると発表した。カトリック新聞は、同会はもはや、理教の状態にあるとみなされてはおらず、同会の司教たちの破門制裁は2009年に解除されているが、同会の司祭らが授ける秘跡が有効で合法的か、どうかについては、疑問が残されている。としている。同新聞はさらに、教皇庁広報局長、 ロンバルディ神父は、バチカンと聖ピオ10世会指導者たちとの接触は続いていると確認した、とし、教皇フランシスコは、書簡の中で近い将来にも解決策が見出され、会の司祭や上長たちとの従前な交わりが回復されることを願っている、としている。聖ピオ10世会は、第二バチカン公会議に伴う変化への反対から生まれた、創立者を呼び、 中心人物はアフリカでの選挙活動に長年従事したフランス人のマルセルル・フェーブル大司教であり、彼は精霊修道会の総長を1962年から1968年まで務めていた。1968年に修道会が検証を改定した時に彼はそれをヒカトリック的かつ近代主義的であると捉えて退任した。退任後、 まもなく、ローマのフランス人進学生は彼に接近した。彼らは、伝統的な競技への個室のために迫害されていると、語り、どこの保守的な、神学校で学業を収められるか助言を求めたという。スイスのエコンにある聖ピオ十世会の、神学校進学生たちの相談に乗っているうちに、彼らを、スイスで指導するようになった。やがて、 ルフェーブル大司教に賛同した司祭たちと共に1970年に聖ピオ十世以を設立。信徒から寄信を受けて、スイス南西部のエコンに神学校を設立し、今でも同会の本部になっている。ルフェーブル大司教は、修道会としての認可を求めて、ローマ教皇庁と接触していたが、同会が第二バチカン公会議の改革への批判を行っていたことが、 まずフランスの司教たちから問題視され、やがて教皇庁との関係も悪化していった。1970年11月に、現地のシャリエール司教の仮認可を得たものの、1975年には、新任の司教によって取り消され、1976年5月には、教皇パウロ6世が、ルフェーブル大司教を公式に出席する事態となった。 教皇による司教の公式な出席は200年ぶりのことであった。1988年6月30日、ルフェーブル大司教は教皇庁の警告を無視して、教皇庁の認可なく会所属の4名の司祭を司教に性別した。ブラジルのカンポドス・ゴイタカセスの引退した司教であるアントニオ・デカストロ・メイヤーも共同指揮者として性別式に補佐した。 教皇の許可なく、司教除解を行うことは、教会法で、自動破門が適用される行為であるため、事態を重く見た教皇ヨハネ・パウロ2世は、首都的書簡、エクレジアデーを発布して、大司教の無認可除解を非難し、公に、ルフェーブル大司教と彼に性別された4人の司教、並びに共同指揮者のカストロメイヤー司教の破門を、宣言した。以後の12年間、 教皇庁と聖ピンを十世以との間にほとんど対話は行われなかったが、このような状態は、この団体の模様したローマへの青年の大規模な巡礼の時に終わりを告げた。2009年1月、教皇庁は1988年の司教助会によって宣告されていた。この団体の司教たちに対する波紋を解除し、この団体の聖員たちが、 速やかなる教会との一致に戻ることにより、これに従うようになることを希望すると発表した。同年3月、教皇ベネディクト16世は、2009年3月に、規律上というより、教理上の理由により、聖ピオ10世会は、カトリック教会の中に法的地位を持っておらず、その聖職者は、教会内の不法な聖職者によって養成されていると宣言した。 これに対し、聖ピオ十世会側は、ローマ教皇庁が、その存在と、使徒職の合法性や有効性についていくつかの承認を与えたなどと主張している。また、同年6月に、聖ピオ十世会が教皇庁の反対を押し切って、アメリカで13名の司祭を除外したときには、それに対して、教皇庁は、 今回の除海を正当なものとは認めないとし、また現地カトリックウイノナ市教区の報道官は、協理上の問題がはっきりしない限り、聖ピオ十世会は、カトリック教会の中で法的な地位はなく、除海は有効ではないとコメントし、同会と教皇庁の関係の修復が容易ではない、ことを示す形となった。 同じく2009年6月、フランツ・シュミット・バーガー神父は、聖ピオ10世会は、オプスデーのような俗人区を目指している、と発言している。ただし、シュミット・バーガー神父の考えは、競技的な問題点は明らかに残り、いまだに聖ピオ10世会は、教会内で非合法状態にあり、その聖職者たちはいかなる政務も合法的にできない状態にあるので、 教会の合同生産への道を再発見することによってこの団体になおも既一を望んでいる教皇庁と見解を等しくするものではない。2011年、バチカンプレスの責任者、フェデリコ・ロンバルディ神父は2009年3月のベネディクト16世の声明を再度繰り返した。聖ピオ1世会は教会法上の立場を持たない限り、その聖職者たちは、 教会の中で合法的に政務を行えない。競技場の問題が解消され、この団体とその聖職者たちが教会内に立場を得るまで、いかなる聖職行為も、教会の中で合法的には行えない。その後、総長シュミット・バーガー神父、及びベルナルド・フェレー司教のもとで、一致に向けたバチカンとの交渉は続き、2015年、 教皇庁広報局長のフェデリコ・ロンバルディ神父は、教皇庁と聖品を10歳会との接触は、続いているとした上で、2015年12月8日から、翌年11月までの間の、慈しみの特別青年期間中、教皇フランシスコはこの団体の中で行われる、許しの秘跡を有効とすると発表した。また、教皇は、従前な交わりが早く回復されることを願っている。 としている。聖ピオ10世以外の主張によると、2009年11月現在、同会には491人の司祭が31カ国におり、32カ国以上で活動している。そして、725カ所のミサを捧げる聖堂と117人の修道士、164人の修道所と6カ所の神学校の215人の新学生、 88の学校と2カ所の教育機関がある。同会の主要な神学校はスイスのエコンで、他はアメリカ合衆国ミネソタ州のウィノナ、フランスのフラビニー、ドイツのザイツコーフェン、オーストラリアのゴールバーン、そしてアルゼンチンのラーレ派にある。同会の大多数はフランスにいる。2010年12月18日にはアルゼンチンのラーレ派神学校において、 司祭5名が、同会司教により、除解された。2013年10月には、ナチス親衛隊大尉エーリヒプリーブケの葬儀を受け入れた。また、聖殿のミサとして、トリエントミサを重視し、現在のカトリック教会の、新しいミサへの参加は進めていない。過去に聖ピオ10世会は、下記の管区司教から指示を得ていると主張している。加えて、 聖ピオ10世会は、アントニオ・デカストロマイヤー元司教の指示を受けていたことがあり、彼は1981年8月20日、ブラジルカンポスのカンク司教を辞し1988年、エコンの性別式に参加している。司教を辞任後は、彼は、聖ジャン・マリー・ビアンネ司祭会に参加しており、この団体は2001年まで聖ピオ10世会に近い、 団体として活動していたが、その後教皇庁と和解している。現在、聖ピオ十世会は、バシルコーパ白神父が管理する聖ヨザファト司祭会と、親しい関係にあり、この神父は以前は、ウクライナ東方カトリック教会所属で、2007年9月に、リチャード・ウィリアムソン司教が、教会法1015条、1017条に反して、2名の、司祭、 7名の女裁を除解したことに絡んで、カトリック教会から決定的な波紋を受けている。この組織から分離した団体は、2つに大別され、一方は、聖ピオ10世以外をよなおも、リベラルとみなし、ヨハネ23世より、前のミサを用いようとするグループであり、他方は、教皇庁と和解したが、バチカンからの許可を得て聖ピオ10世以外のように1962年の、 ローマミサを使い続ける集団である。聖品ピンを5世、会1983年、ヨハネ23世の1962年度版のローマミサ天生をしようとするルフェーブルの方針に反発したことにより、同会米国北部管区から追放されるか、脱退した9名の聖品ピを10世以の司祭によって結成された。 分裂に至った他の理由は普通のカトリック教会の教区の命令への同会司祭の受容義務を説いたルフェーブルの指示やパウロ6世によって改定された天礼書によって除外された新しいメンバーのグループへの受け入れなどをめぐってである。前期助言者たるお母のカイラ天語はエスティチュートマータボニコンソリー。この会は教皇空位主義の思想に沿った 伝統主義的司祭会である。この会の創設者たちは当初エコンの神学校の新学生だったが、フランシスコ・リコッサ神父のもと、1985年に、聖ピオ10世会から脱退した。北米にある聖ピオ5世会とは、対照的に、この会はヨーロッパに拠点を置いている。聖ピオ十世会幻覚天令派2012年8月10日に、分離。 三名の聖品を十世会の司祭と二名の外部の司祭がウィーンとバージニアの司祭会議の宣言に署名して発足した。この分派はファイファー神父を代表にしており代表職は2年おきに選出される。SSPXSO は米国のカルメル山の聖母協会を本拠にしておりそこに常在司祭と銀行口座を所有する。聖 マルケルスイニシアティブこの別派運動は2012年10月24日聖ピオ10世会から追放されたリチャード・ウィリアムソン司教が同年に聖マルケルス100人隊長にちなんで結成を宣言したものである聖ペトロ司祭協大会この団体は1988年のエコンの司教性別の後で創設されたこの司教性別は 理教をなす行為であり伴えこと的波紋にもなるという聖座の宣言を受けて、12人の司祭たちが、聖ピオ十世会を去り、教皇庁との交わりの中にある、この司祭会を創設した。聖ジャンマリー・ビアンネ首都的組織全記録社会、この組織は、教皇ベネディクト十六世との一致に同意した聖ピオ十世。 会メンバーのための首都的生活組織として2006年9月8日に発足した。教皇の認可を得ている。イタリ聖なるキリストの子供たちこの団体は、前の名称をトランスアルパインレデンプトリストと言い,い、2008年6月に聖座と一致した組織である。ありがとうございます。